はい、やってきました。皆さんお久しぶりです。お久しぶりです。もう全然動画上げれなかったですけど、久しぶりの動画ということで、はい、まあ、ちょっと重大発表の方、はい、まず我々の今のチャンネル名は人生負け組大学生改名しようと思います。はい、はい、その名前が人生負け組成人。まあ引き続きお願いします。見てください。ということで本日は、京都サンガ対セレッソ大阪超久しぶりの観戦、久しぶりにそして僕らが、観戦行くのをやめた途端に再開突っ走ってます。もう何してんの。なんで失点すんねん。ホームで勝つ試合見せて、久しぶりに行くんやから、予想スコアの方は2-1 で3が3が、うん、本命は3-0 3-0 でセレッソ。もう全然負ける気しかせん。やめろやめろ。広島に 5-0 で行かれとんねん直近。そういうことで、まあ、ちょキックオフ19時ですけど、これはどこにいるんですか。今ちょっとこっち映してもらっていいですか。はい、今ね京都競馬場来てます。サンガも7時からやしてた、キックオフ、うん、時間持て余してるってことで、ちょっと京都競馬来ました。はい、ということで、まあキックオフ近くなったら、はい、動画の方回していきたいと思います。はい、はっ、もうライブナウ、ウォッチナウ、負け組 TV ナウ。はい、お疲れです。はい、今競馬終わりまして、サンガスタジアム向かってるんですけど、もうちょっと道渋滞しすぎてスタジアムの前でちょっと撮ってる時間ないかもしれないんで、車の中から行きたいと思います。はい、まあスタメンの方出まして、トゥーリオが消えました。張さんお得意のブラジル人消すやり方もう撮んなよそんなんやったら。いや、もしかしたら怪我かもしれない。俺らが最近試合チェックしてるだけで。はい、もうキックオフまで1時間切ってるんで、ここで久しぶりにいつもの叫び言っときますか。やんの、頑張れ。もうそんな気分じゃない。行くぞサンガ。底辺 YouTuber だよバカ野郎。はい、ということで久しぶりのサンガスタジアム着きました。はい、もうワクワクが止まんないですね。嘘つけ。また安定の周りがえぐいぐらいセレッソサポーターやけど、もう、まあ、慣れたで、まあ、うん、まあまあ俺らがサンガが入ったら負けるしね。まあただでさえ今負けてねえから、ね、そうそうそう、うん、俺らセレッソサポの方で応援することになるけど、うん、頑張って、はい、チーム一丸となって、はい、セレッソサポーターも一丸となって勝利目指しましょう。はい、次周りやばいけどめっちゃアウェーやけど頑張って応援していこう。負けへんぐらい応援するからみんなも応援しようね。前半20分前入団してたら普通にやられそうな気がするから、もっと守備固めてしっかり埋めてって、後ろしっかり連携整えて、サンガ強いから。確かにこの後5点ぐらい取ってくる。そう、5点だね、10点ぐらい取れる。前半30分です。今のところはどっちもまだ攻め手に欠けてるとこもあるけど、結構ロングボール相手多いからな、そこのケアをしていきたいな。決められました。今周りは歓喜の渦を巻いております。スコアの方が1-0。ここまでは予想通りなんで、こっからが真骨頂なんで、サンガの1点2点やられるのは今のサンガにとっては仕方ない。レオセアラ のゴール後の応援楽しかった。楽しかったな。あれあれをもう一回やりたいの、うん、セアラーってやりたいな。もう一回やりたいんやったらもう1点取られるしかない。あ、じゃあもう1点取られよう。ちゃんと耐えます。レオセラのゴールパフォーマンスが見たいにします。冗談はさておき、前半振り返ってみるとな、立ち上がり結構セカンド拾えたからいいかなと思ったけど、そっから流れつかめへんのよな。結局ロングボール1本でブラジル人に行かれて、で最後豊川のビッグチャンスあったけど、そう、そのチャンスがな陣上に止められる。あ、スーパーセーブやった。まあでも今日はなんといっても荒川の一番好きな芸能人森脇健児氏が来場してるから、うん、もうここで勝つやろ。うん、勝つよ。もうサンガの勝利に導いてくれ。では後半行きたいと思います。やる気元気森脇。底辺 YouTuber だよバカ野郎。
後半が始まりまして、まずは1点取り返したいな、とりあえず。森脇健児もさっき言ってたけど、そうそろそろホームでほんまに勝とう。ほんまにまだ今シーズン勝ってないから、ファンからみんなも頑張ってくれよ。はい、なんと飯食いに行ってから点取りました。1点決めました。テンマっぽいっすね。全然見てなかった。イエーイ、カレーゲット。今70分過ぎました。あれやろ、追いついてから結構もうどっちに転んでもおかしない展開。ドンヤンがゴールキーパーから上がってきて、劇的コーナーでヘディングゴール。残り20分ですけど、はい、頑張って気合い入れて応援していきたいと思います。終わりました。1対1、勝ち点1ゲット。底辺 YouTuber だよ、バカ野郎。はい、ということで、試合の方が終わりまして、結果が、はい、1対1ドロー。勝ち点1取れたのはでかいけど、うん、勝ってたら暫定でも最下位は脱出できたからな。ここでな、勝ち点3取れたらでかかったんけどな。セレッソの外国人3トップ、ロングボール1本で行かれたりとか結構多かったから、フリーで抜けられるのがちょっとな、今後の課題やで。そういうの見てたらな、やっぱサンガでもな、外国人の選手のプレーを見たいよな。セレッソはさ、うん、ロングキックとかでさ、うん、うまいことチーム戦術があったわけや、うん、でも今のサンガ何がしたいんか正味分からへんのよ。で、鉄壁のディフェンス。鉄壁じゃないよ。引き分けやけど、まあ悔しい結果になったけど、でもまあ今日ちょっと来季に向けていい収穫としては、やっぱ来年の監督候補が見つかったんじゃないかなっていう。そうやな、うん、その名もケンジ森山。あ、ミスだ。誰やねんお前。ケンジ森明で、やっぱあのハーフタイムのあの熱いメッセージな、あれ胸打たれたな、うん、やっぱりああいうところからサポーターの士気を上げるっていうのはモチベーターとしてはいいところやから、うん、ぜひな、選手たちにないっぱい指導しててな、モチベーションを上げていくっていうのはやっぱり今のサンガには大事だと思うから、全然監督としてやっていける精神論で京都さんが監督としてお願いします。お願いします。ということで、まあ、久しぶりの観戦でしたが、うん、あと松井大輔どうやってん来とったんか。今後のサンガの動きとしては、まずは監督として、森脇健児を招集、うん、そして大前元気と、キングカズ、でそこを森脇健児さんが長さんに説得させて、で長さんの中で指導する。俺らどんだけ森脇健児好きやねん。みんなも森脇健児応援していきましょう、うん、最後に、まあ、久しぶりの動画になって、まあ、申し訳ございませんでした。申し訳ないです、はい、チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。では超久しぶりの親泣かしタイムいきますか。やりますか、はい、じゃあ今日の MVP ね、うん、はい、あげたいと思うんで、はい、皆さんお楽しみにしてください。はい。では本編終わります。はい。バイバーイ。森脇健児、今日のハーフタイムのあのメッセージには胸を打たれた。ぜひ、京都サンガの監督、やってくれよなー。お前連れてきてー。頼むでー。お前、お前、お前。